セルビアスーパーリーグ第30節のレッドス、ベオグラード対パルチザン、ベオグラ、ド戦が現地時間7日に行われる。リーグ首位と2位に位置する両チームが、どちらも17連勝中と異常な状況でのダービーマッチとなる。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、レッドスター。パルチザンはセルビアを代表する2大ビッグ、ラブ。この2強以外が、リーグ優勝を飾ったのは1997-98、ツン。当時は、セルビア・モンテネグロリーの FK、オビリッチが、最後の例であり、過去22年間の具優勝を2チームだけで分け合っている。そ、22年間で、レッドスターとパルチザン以外の、チームが2位になったことも数えるほどしかない。が、いかに2強リーグとはいえ、両チームが17連勝、対戦を迎えるというのはさすがに、異例の状況。新型コロナウイルスの影響により、昨季の項がなくなり、従来の16チームより4チーム多い20チームで、リーグ戦が開催されていることも影響している。10月に行われた、前回の対戦はパルチザのホームで1-1のドローに終わり、レッドスターは、開幕からの10連勝がストップ。だがその次節、試合にも引き分けた後は再び勝ち続け、こまで27勝に分けて首位という圧倒的な成績を、残っている。パルチザンも前回のレッドスター戦、引き分け、その次の試合に敗れた後は全勝、が、序盤の取りこぼしで、レッドスターにつけ、れた9ポイントの勝ち点差を縮めることは出ていない。現地メディアでは他チームとの格が大きすぎることや、リーグレベルを問題視る声も上がっているが、少なくとも、どちらか方の17連勝が止まるという一戦に、大きな注目、集まることは、間違いない。パルチザンで、今季16点と、好調な FW 浅野拓磨のゴールも期待できる、もしれない。両。